今週も始まりました。皆さんこんばんは。さあ今回はですね、こういうお仕事をしているということで、やっぱり皆さんセンスがないといけないと思うんですよね。まあセンスの塊みたいなとこありますよね、僕たちは。センスしかないと言っても過言ではない。本当ですよ。本当ですか。この見て、この帽子、センスがない子がこれをかぶれますか。しかも、鳩が出るんですよ。本当ですか。うわ、見てみたいな。鳩じゃあ、かおちゃん、出しちゃいましょうか。帽子取っちゃって。いきますよ。パタ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 。どう？ちょっと違うかな。違うの？センスない。センスがない。まさか。いやそんなこと言ってないですけど、いやでもね、いろいろなところのセンスを磨かないといけないと思うんですよ。で今日はその中で、お絵描きのセンスを見てみたいなと思いまして。センスのチェックをね。はい。ちはるね、こういうの用意しました。タタタタタ。そんな威張って出そうほどのもんじゃないですよ。スケッチブック。いや出たよ、悪いドラえもんが。じゃあ自分たちの顔ってよく見てると思うんで、お互いのここでリアルな絵を描いてもらいましょう。お互いの似顔絵で。お互いの似顔 絵、うん。さあそれぞれセンスのある似顔絵は描けるのでしょうか。続きは番組後半で。はい、英語を使っちゃダメという実践をしていくんですけども、前やったことあるよね、やりましたね。その時はもう僕はもう英語全く使わなかったからね。本当ですか。全く使わなかった。めっちゃ言ってましたよ。言ってました。前回の企画の時も英語を連発していたの忘れていませんか。1、はい、1ポイント。はいはい、ポイント。ちはるちゃんは、そもそも英語喋れます。英語は喋れますよ。え、本当に。かおりちゃんってセクシーで可愛いですねみたいな英語言ってみてよ。おう、かおりゴージャス。プリティーセクシー。これ喋れんな。おい、こらこら、いい気なってんじゃん、いい気なってんじゃん。Thank you。 戻ってこい、戻ってこい、戻ってこい。いい気なってんじゃない、本当に。今言ったのは全部ダメってことですね。ダメ、そう。そうそう、大当たりでプラス10ポイント、で、英語を使うとマイナス1ポイントで。なるほど。じゃあ終わったりさせりゃいいっていうだけだね。そうですね。ああ、楽勝楽勝。簡単簡単。よし、いきましょういきましょう。それでいこう、それでいこう。大丈夫だと思います。大丈夫大丈夫。いきますね。大丈夫ですね。この後ね、はい、よし。それでは実践スタート。スタート。今回の企画舞台はパーラーサンバード。パチンコパチスロともに注目の新台や定番の人気台、遊びやすい機種まで勢ぞろいしているホールですよ。ということで、打ち始めてからのスタートになります。ちょっとでもさ、やっぱ俺は、やっぱ出身が、あれだから君らより不利だよね、英語使っちゃうもんね。いや、出身大分ですよね。え、大分でしょ。大分って英語圏じゃなかったです。違います。違う、ジャパニーズですよ、めちゃめちゃ。違う、大丈夫大丈夫、行きましょう行きましょう。 OK、 打ち始めてスタートね。はい、よし行こう、実践スタート。たまらんからね、イノキはね。ブロディ・ハンセン出てくるからね。あ、あれね、キャラクターの名前はいいんだよね、英語使って。あ、大丈夫ですよ、キャラクター名は。何？キング。何？キング。ちょっと待って、キャラクターって言いましたね。え？何回言ったんですか？でも俺の名前言ったよ、俺の名前。おいおい、二人とも初っ端から英語連発じゃない。これじゃ先が思いやられますね。ずるい。ずるいって何よ。これ大当たりの間の回数がありますね。わかりますか。これが2と5と14なわけですが、2でも大丈夫なわけですよ。これ1回当たったら10点でしょ。楽勝楽勝、任しておいてください。ちょっと香織ちゃんは慎重になっていますね。さあここで山金に非常識いけ、非常識。ああ消えた。
リプレイリプレイで、あ、残念ってどういうことや、もう当てたい。これバトル中がすごい楽しいから。何、今リプレイとバトルって言いましたよね。マイナスです。細かい音、細かい、よう聞いとるね。赤保留、これは熱い、これはいいですね、うん、これは熱い、これは熱い。あ、スロットだ。あ、言った今。いやいいよこれ。打ってます、打ってます。2次元3回目ガイガジェットいいよ。いやこれはいい、強そう、強そう。本当ですか。おー、安定した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 、当てるじゃないこれ。いや熱い、熱い、すごい。千春ちゃん、しっかりしてくださいよと、その頃ヤマキンにプレミアが発生しているじゃないですか。しかしヤマキンは気づいてないみたいです。大したもんですよ。僕昔ね、あるファーストフード店でビッグバンベイダーの後ろに並んだことがあるんですよ。そっか、そっか、ダメだわ。あ、実写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 、いけ、よっしゃ。大当たりで一気にプラスポイントに、さらにヤマキンに、よっ、簡単、簡単、簡単だわ。参っちゃった。ちょっとこの状態でいくと一番やばいのは香里さんですよ。今負けてますからね。うるさいよ、分かってるよ。分かってるんですか。分かってますよ、今頑張ってんのよ。さあ、一番好調なヤマキンですが、ビールをガロンで飲む男、この調子じゃまたすぐにマイナスポイントになりそうですね。そして大丈夫大丈夫、いやマジで、うわでっかい、やろ、うわわわわ、よ、あそこ行った、大丈夫やろ、マジで負けた、まだある、おお、よし、おお、道、何それ、道ボーナス、あっ、ちょっと、いや、あの、はい、もういいのよ、俺は大当たりで稼いでるから、はい、もういくら食べても全然 OK なわけ。うわ、むかつく、全然 OK、ボーナス連発させちゃうから。英語禁止バトルで現在ヤマキンがトップ。
大当たりゼロの香里ちゃん、大丈夫ですか？もうちょっとね、そんな英語がどうとか言ってる場合じゃないんですよ。当たるところを見せないと全く意味がないから、パチンコを打ってる。これちなみに最下位だった人はどうなるの？え、最下位な人罰ゲーム。あ、罰はぁー、ずるい。はぁー、うわー、なに、教えてあげたのに私がマイナス。もう2回目、2回目ですよ、2回目。さあ、ここから先はテレビの前の皆さんでポイントを予想してくださいね。あれ、当たったよ。当たりました。え、さらっと当たりました。よし、俺が当たった。また、なんでなんでそんな当たるわけ。みんななんか二人揃って当たり。あ、ごめん、カオルちゃん、俺らアマデジなのよ。カオルちゃん違うんだもんね。はい、私はね、こう見えて実はマックスタイプなんですよ。俺が99分の1でしょ。シアちゃんも99分の1でしょ。カオルちゃんはね、やっぱ99分の1やんか。一緒やん、全部。私が座るとね、勝手にマックスタイプになっちゃうから。キング、なんか喋ってないよ、全然。ついに香里ちゃんがマイナスポイントに。しかしそんなことお構いなしに、ヤマキンと千春ちゃんは連チャンしています。大丈夫ですか、香里ちゃん。あ、4つがあるね。お願いお願い。なんでや、完全にダメパターンですね。赤いよ、赤かった。あー、ちっちゃい、挟まりが、挟まりの絵がちっちゃい。もうこれじゃポイントを予想しなくてもバレバレじゃないですか。相変わらず2人はいい調子、大当たり連発です。素晴らしい、デジボーナス、ボーナス。まあでも今日はどう考えても俺ら勝つから大丈夫、大丈夫ですよね。あの人がいてくれてよかった。本当にありがとう、ありがとう。やめんじゃねえぞこの野郎、やんのかこの野郎。今から行く。ここでタイムアップ。さあ、気になる結果はご覧の通り。って、かおりちゃんはマイナス8ポイント。ブー、うるさい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 。もうね、英語バトルなんかどうなっていいんですよ。アマデジなのに、マックスタイプでもね、当たってるっていうぐらい私回しましたよ。本当に、もうどういうこと、本当悔しい。はい、ということでね、かおりちゃんが最下位なんで、罰ゲーム。キング、なんかさっさと終わらせようとしてません？してませんよ。してませんか？罰ゲーム早くしたいね。罰ゲームが早くしたいね。罰ゲーム、もう体が、もうあれ見て燃えちゃったから、プロレス見ちゃったから。あ、マンジグラム？ハンセンブロディを見ちゃったから、何？え、技決められるんですか？当然でしょう。さあ、罰ゲームやっちゃいましょう。はい、はい、はい。やだ、やだ、やだ、やだ。それぞれのセンスを見るために似顔絵を描く3人ですが、できましたか？できた、できた。これは本当にできた、いい感じ。本当です、うん、
これほんと芸術作品っぽくなってる。本当ですか？マジで、うん、いきますよ、せーの、じゃん、ほらいや、ほら、いや、ちょっと待って、ちょっと待って違うって、無理やりそんな、無理やりアラを探すのやめよう。いやいやいや、振り浮かすよ、マジでこれ。可愛くない。いや、違う、あの、芸術ってこんなもんよ。いや、あの、芸術なのは分かるんですけど、うん、誰にでも当てはまるこれは特徴捉えてないですか？なんかもう誰にでも合うような顔、うん、そうそうそう、ダメですよ、やっぱり芸術が分からないですよ、ね、はい、私は、うん、すごい特徴捉えてます。香織ちゃんを描いたね。大きいお目目、シャープなお鼻、うん、魅力的なお口、うん、いきますよ、せーの、じゃーんほらもうね、もうほらなんですか、あのさ、名前ぐらいちゃんと書いてもらっていい？ちょっと間違えたんですよ、カリオちゃんって。カリオちゃん、確かに集合時間に現れる香織ちゃんはこんな感じ、ね、いやもうね、全然ダメ、そう、なんかちょっとリアリティがない。そう、リアリティがやっぱない、やった漫画っぽい、漫画っぽい、本当、はい、特徴を捉えてると思いますよ、香織ちゃんが僕を書きました。はい、いきますよ、はい、いきます、はい、せーの、じゃーん山の筋肉おいこの距離で観察して描いたんですよこんなもんただの近所の変態やないか、お前、こら、リアルでいいのやめて、俺すごいショックを受けてるから、そう、リアルリアルやれるかおかしい、おかしい、でもすごいちゃんと見て描いたんですよいや、まあ、でもね、これで決着つけるんでしょ、うん、そうです、そうね、誰が一番、誰が1位か、じゃあディレクターさんお願いします。消去法ですけど、うん、でもどうでしょう、やっぱりほら、これです。いや、俺これ相当いい出来だと思うよ、マジで。これせっかく書いたんで、なんか私誰かにプレゼントしようかなそうですね、じゃこれ視聴者の方やめてや、これ流出するのやめてや、これこれここに香織さんがこうサインを書いてね、うん、視聴者の方にプレゼントしたいと思いますので3つありますんでね、そうですね、ぜひ誰のが欲しいか明記してご応募いただきたいと思います。誰が送ってくんね、これ、まあ、そういう方がいれば、はい、送っていただきたいと思います、はい、はい、お願いします。じゃあ今週はこの辺で、おやすみなさいこれは流出してほしくないわ、そうでしょう、少々ついにパチンコプレイガイドがウェブに集結。パチプレ TV からオリジナル動画、もちろんプレイガイドエンジェルスの限定動画も見せちゃいます。ぜひご覧あれ。